ピザ・アンダーグラウンドは、ニューヨークを拠点とするアメリカ合衆国のコメディロック、バンド。主に、ベルベット・アンダーグラウンドの楽曲のパロディ化して、ピザに関する内容の歌詞や曲名で歌っており、メンバーには、かつての子役スターであるマコーレイ・カルキンのほか、マット・コルボーン、フィービー・クルーツ、ディーナ・ボルマー、オースティン・キラムがいる。こうしたテーマを掲げていることもあり、ライブに来た観客には、 箱入りのピザが振る舞われる。グループのピザボックスパーカッション担当であるディーナ・ボルマーによれば、ピザアンダーグラウンドのアイデアは、2012年に冗談から始まったものだという。やってみてみんな分かったんだけど、ほとんどの単語はスライスとかチーズとかに置き換えられるんだ、と彼女はフィラデルフィア・インクワイアラーが身に語っている。クロッケンシュピール担当のフィービー・クルーツは、もともと、 ベルベット・アンダーグラウンドの楽曲がピザについて書かれていたのだが当時の基準に沿うように書き直されたに違いないと述べている。2013年11月11日にグループはカルキンの家で生演奏のデモ音源を制作した。同じ月のうちにイースト・ビレッジのサイドウォークカフェで開催されたルーリードへのトリビュートショーに出演した。12月には カルキンがチーズピザを食べるバイラルビデオが YouTube にアップロードされた。これはアンディ・ウォーホルがバーガーキングのワッパーを食べる姿を捉えたヨルゲンレスのドキュメンタリー映画66シーンズフロムアメリカの場面をパロディ化したものである。カルキンはピザアンダーグラウンドのデビューを宣伝したわけである。グループとしての最初のミュージックビデオを2014年1月に発表し、 ベルベットアンダーグラウンドの様々な曲をパロディ化したオールピッツァパーティーズ、ピッツァギャル、テイク、A バイトオブザワイルドスライスなどを盛り込んだ。このビデオの中でピザの模様を一面にあしらった壁面に囲まれ、ピザの箱を敷いた床の上で演奏し、ピザのスライスをマスクのように身につける。2014年1月には1月から3月にかけて18公演の北米ツアー。 フレッシュ2ユアドアが行われると発表された。2014年1月、デモ音源のカセットテープがピター、メロディレコードから黄色、白、赤のカセットでリリースされた。2014年5月、イングランドのノッティンガムのドットトゥドットフェスティバルの一環としてロックシティに出演した際にバンドはブーイングを受けてステージから降ろされた。監修の一人は後に このパロディグループは、歴代最高のバンドの一つを、笑いのにしたのだと批判した。ステージには何パインとものビールが投げ込まれ、フロントマンのマコーリー・カルキンは、なんで投げるんだい俺は飲みたいぜと監修に叫んだが、バンドは15分も経たないうちにステージを降りた。ありがとうございます。